手伝えることはないか？すみません、また手伝ってもらいたいことがあります。今回は天領奉行直々に冒険者協会へと依頼された重要かつ危険な任務です。協会はこの任務は経験豊富な冒険者にしか任せられないと判断し、そこであなたたちの名が上がりました。それほどでもないぞ。それについて説明しますと、天領奉行はここ最近新滝イットという名の鬼族の青年を探しているのです。彼を捕まえるためお尋ね者のお触れまで出すほどでして。鬼族？なんか聞いたことあるな。おでこに角の生えた見た目が怖そうな人だろ？はい、その人物はとても派手で騒々しいため町では割と有名です。とはいえ過去に事件を起こしたわけでもありません。それが最近になって強盗や人さらいのようなことをするようになったのです。さらに悪事を働いただけでなく、天領奉行が彼を連行しようとした時、その任を執行していた同心に手を挙げ仲間と共に逃走をしました。とにかくオイラたちに悪者を捕まえてほしいっていう依頼だろ。安心しな、こいつに任せればどんな相手でもちょちょいのちょいだ。はい、しかしやはり万全な準備をした方がいいと思います。その人物は神の目の持ち主で、配下に新滝派という組織を持っています。わ、悪かったよ。もう大口叩かないからオイラを戦わせようとしないでくれ。新滝イットという人物について、なぜそのようなことをして、そして今どこを逃げているのか、私たちはまだ情報をつかめていません。町にいる皆さんの方が詳しいと思うので、そこなら有益な情報を得られるはずです。ご協力ありがとうございます。私はこちらで朗報を待っていますね。じゃあ早速、新滝一斗の情報とそいつがどこに行ったのかを町の人に聞いてみよう。新滝一斗についてかい？彼のしたことは耳に入ってるよ。もう逃げたらしいけどね。その情報を聞いた時は少し意外だった。あ、いや、それほど意外でもないかも。それはイットが以前から評判の悪いやつだったからか？いや、なんていうか彼は何をやるにしても声が大きくて血気盛んで、どこか騒々しい人なんだ。彼の性格はよく言えばとても明るい、悪く言えば情緒不安定。気分がいい時は愉快な人物だが、怒った時はそれはもう激しくてね。新滝一斗に対して僕は別に悪い印象を持ってはいない。でももし彼が怒りのまま衝動に駆られたら、何をするか想像がつかないんだ。それがはっきりとわからなくてね僕は割と普段から街で起きたことに気を配ってる方なんだけど、新滝一斗はどうもブラブラして過ごしているみたいだ。助けが必要な人がいれば助ける。その他の時間は子分や子供たちと遊んでるだけだと思うよ。あ、収入がなくて生活が苦しくなったから悪事を働いたのかな。変わった人なんだな。ごめん、他の情報は僕もそう詳しくなくてね。とにかく彼は元気な人と一緒にいるのが好きなようだ。他の人からも話を聞いてみた方がいいと思うよ。おお、ありがとな。新滝一斗？彼のことなら知っていますが、私は天領奉行の勘違いだと思っています。新滝一斗が悪事を働くはずないので。え、そんなにあいつのことを信頼しているのか？そういうことではなく、彼には悪事の才能がないのです。彼に関する話を聞けば理解すると思います。
彼は以前よく巷の子供たちとじゃんけんや鬼ごっこをして遊んでいました。子供たちは至って単純で分かりやすいもの。しかし単なる遊びでも荒滝一斗は大負けすることがあるのです。わざと負けてあげてたのかな。それは違うと思います。この前彼が小さな子供に勝った後飛び跳ねながら、やっと勝ったぜ、俺様は無敵と叫んでいましたから。そしてその子から飴玉を勝ち取ると目の前で食べ始めたのです。うえ、最低なやつだな。私もさすがに少しやりすぎだと思い、泣きそうだったその子のために説教しました。ただ荒滝一斗はすぐに、そして素直に謝ったのです。だからその子もすぐにまた笑ってくれました。荒滝一斗は素直に負けを認め、決して手を抜かないため子供たちに好かれているのだと思います。このようなよく子供に負ける人がどうやって悪事を働くのか、私には想像もできません。聞いた感じ、芯があって悪くないやつみたいだな。はい、私もそう思っていましたが、天領奉行はすでに決定的な証拠を握っているとの噂です。無論彼を擁護するつもりはありません。本当に過ちを犯したのであれば素直に罰を受けるべきだとは思います。うん、ありがとな。オイラたちももう少し情報を聞いてみるよ。荒滝一斗、ああ、もちろん知ってます。今彼を捕まえようとしている最中ですからね。奴は稲妻城を離れたようです。それ以上手がかりがなく、冒険者協会を含む他の組織に協力を依頼しました。ああ、オイラたちもキャサリンから聞いたんだ。荒滝一斗には前科がなくて、今回の出来事も突然だったとか。その略奪とか強盗は全部証拠があるんだよな。もちろんです。証拠がなければこれほどの人手を動かすことはありません。強盗犯は通常自分の身元を隠そうとしますが、鬼族は目立つためすぐに彼だと分かりました。最初は我々も彼が怪しいと思うだけだったのですが、調査の時に本人が自ら犯行を認め、しかも我々を挑発してきたのです。一番腹立たしいのは最後に周りの者たちを連れて逃げ出したこと。彼は最初から準備をしていたようです。もちろん現実的な動機も心理的な動機も十分にあります。彼はこれまで貧しい生活をしてきた上に、まともな仕事にもついていませんでした。しかもとある集団の面倒も見ていて、金銭面でかなりの負担を抱えていたと思われます。苦労して貧乏生活をするよりも悪事を働いた方が楽に生きられると思ったのでしょう。心理的動機は今となると少し言いにくいのですが、メガリレーが執行された時、我々に神の目を奪われたことがあるんです。当時荒滝一斗は激しく抵抗したため、九条サラ様に助けを求めてやっと彼を抑えました。その件について、悪いのは我々ですが、まさか彼が復讐のためにこのような過激な手段に出るとは。聞いた感じ、感情の振れ幅が激しい人みたいだな。はい、もし君たちが荒滝一斗を捕まえたら我々のところに連れてきてください。規則に従って彼の処置をしますので。わかった、情報ありがとな。結局一斗の行方は分からなかったな。やっぱり専門家に情報を聞いてみた方がいいと思うぞ。確か稲妻には探偵所があったよな。そこに行ってみようぜ。
について聞きたいことがあるんだ。また彼のこと？ええ、問題ないわ。すでに天領奉行のために調査を行っているの。それよりもモラの方は支払えるかしら？もちろん君たちのことなら知っているわ。いろんな冒険をしてきたのでしょ。なら各業界の規則も十分理解しているわよね。いくらかかるんだ？39万7千モラよ。一括払いでお願い。それともし新たき一頭を捕らえることができたら、冒険者協会からもらう報酬の 5% 分け前として支払ってもらうわ。高すぎないか？それにどう計算したらそんな数字になるんだよ。話は最後まで聞いてちょうだい。相談料はすでに天領奉行が払ったから、君たちは分け前だけ払えばいいわ。しかもその分け前も私が冒険者協会に直接もらいに行くから大丈夫。得したわね。さて本題に戻りましょう。この事件を理解するには稲妻の有名な昔話を知る必要があるわ。昔々あるところに、仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。赤鬼は鬼の姿で人のように優しく、青鬼は人の姿で鬼のように一人ぼっち。赤鬼は人と友達になりたいと思っていました。しかし人々は鬼を恐れ、豆をまき近寄るのを嫌がりました。そこで青鬼はある策を赤鬼に話します。僕が村を荒らして赤が僕をやっつけるんだ。そうすればみんな赤を受け入れてくれる。そうして青鬼を退治した赤鬼は、その優しさと勇気から皆に受け入れられるようになりました。赤鬼がこの知らせを青鬼に伝えようとすると、青鬼は手紙を残して姿を消していました。僕は旅に出る。僕を探さないで。じゃないと君まで悪い子だと思われちゃう。大丈夫、離れ離れになっても僕たちは友達だ。青鬼はその後どうなったんだ？青鬼はそれから姿を消し、誰も見ていないわ。今残っているのは赤鬼だけよ。なんでだ、青鬼はいいやつなのに。もちろん関係なければ話さないわ。一説によると、この昔話は本当の歴史を脚色したもので、新たき一頭は赤鬼の末裔らしいの。つまり鬼族は大きな犠牲を経てようやく人類の輪に馴染むことができた。だけど鬼族の気性にはまだ不安定な要素があるのよ。その不安定さは血筋によって受け継がれている。確かに新たき一頭は以前まで悪さをしなかったけど、ある日突然性格が大きく変わるかもしれない。でもそうなったら青鬼の思いを裏切ることになっちゃう。もう随分と昔の話よ。青鬼は長いこと姿を見せていないから、とっくにいなくなっているかもしれない。裏切ると言ってももうできないわ。しかも当の本人が認めているのだから、それ以上疑う必要があるかしら。私の調査によると、彼は南西方向に向かったわ。おそらくもう八潮島に着いている頃ね。産後の宮郡の管轄地域なら天領奉行も捕まえに行けない。だから新たき一頭の逃亡先としても理由は十分。構わないわ、当然のことをしたまでよ。ちょっと待った、もう一つ質問があるんだ。もし新たき一頭ってやつの性格が激変してたら、凶悪で暴力的になってるってことだよな。そうなるかもね。彼の過去の戦いっぷりから考えるに、かなり喧嘩慣れしていると思うわ。凄まじい力を持っているのは間違いないから、あなたたちで彼を抑えることができるかどうか。じゃあ鬼に豆をまく話も
実際に使えるのか。あら、そういえば新たき一斗は豆アレルギーらしいわね。鬼族は多少なりとも豆を怖がるの。彼は特に苦手で触れることすらできないみたい。アレルギー反応を起こして弱らせることができれば簡単に捕まえることができるんじゃないかしら。そうだな、弱点が分かってれば安心だな。たまたまおかゆに使おうと思っていた豆が一袋あるから君たちにあげるわ。豆の代金はサービス価格で教会に請求しておくから。またモラの話か。でもとりあえずありがとな。じゃあ早速人を探しにヤシオリ島へ出発。情報によるとイットはすぐ近くにいるはずだ。神の目を持ってるってキャサリンが言ってたよな。足跡があるぞ、辿ってみよう。拠点みたいだけど特に何もないな。もっと先に進んでみよう。ここに足跡がある。すぐこの先にいるみたいだ。ちょっと待った。あそこにいるのが新たきイットだよな。あいつまだこっちに気づいてないみたいだ。よし、サンゴからもらった豆を試してみよう。戦闘を回避できたら面倒ごとも避けられると思うぞ。どうしよう、予想以上に効果があったみたいだ。も、問題ね。ただのアレルギーだからな。この程度の痛み、俺様なら簡単に耐えられ。ダメだ、息ができねえ。用事なら後回しにしてくれ。一休みさせてもらうぜ。やっと生き返った。だがまだ体に力が入らん。お前ら卑怯だぞ。
この俺様に不意打ちするとは。降参だ降参。お前ら俺様を捕まえに来たんだろう。こんな遠くまで来たっつのに見つかっちまうとは。まあいい、とにかく俺様はそう簡単には捕まらねえぞ。分かったらさっさと失せろ。俺様は相当強えからよ。お前らみたいな一般人に手を出す気はねえぜ。すごい上から目線だな。オイラたちの方が優位なのに。おお、そうだ、全部俺様一人がやった。俺ら荒滝派は食料が足りねえんだ。親分として食い物や酒を奪うぐらい当然だろ。なら、なんで人をさらったんだ。人さらいの方が金が早く手に入るだろ。もらっつうのは多ければ多いほどいいんだ。余った金は、そうだ、子分たちに分けてやった。なんだと、そうごちゃごちゃ聞いてどうする。言ったはずだ、俺様はそう簡単には捕まらねえ。何を聞こうと無駄なこった。そうはいかないぞ。こっちはお前を捕まえるっていう依頼を受けてるんだ。はあ、俺様の目を見ながらもう一度言ってみろ。おいら、いや、こいつがお前を捕まえるんだ。簡単には諦めねえようだな。ならば、イット兄ちゃん、慌てるんでない、転ばんようにな。どうして全然帰ってこなかったの。一緒に虫相撲をするって約束したでしょ。おお、そうだったな。ほら、頑張って探したんだが、なかなか強い虫を見つけられなくてな。もう少し時間くれよな。あれ、あの人たちは誰。イット兄ちゃんの友達。ああ、そうだ、ついてくるなっつったのに、俺様のことを心配してな。これがそのそうだな、人望ってやつ。そうだ、俺様の人望だ。オイラたち別に。黙っててくれ、子供には関係のないことだ。イット兄ちゃん、なんだか顔色悪いし、フラフラしてるよ。さっき虫を探すのに夢中で頭を木にぶつけちまったんだ。大丈夫、俺様の角は丈夫だからな。よかった、じゃあバーバと先に戻ってるから早く帰ってきてね。お、待ってるよ、今日は必ず勝つからな。あの人たち一体誰なんだ。あの年寄りは鬼バーバ、昔この俺様を引き取ってくれた人だ。子供の方は大輔って名前で、最近道端で拾った。二人とも俺様の大切な家族だ。俺様と一緒に逃げてきた者の中には、あいつらの他に荒滝派の兄弟たちがいる。一緒に連れてきてなかったら今頃天領奉行に絡まれてただろう。だけどそいつらのことを思ってるなら、どうしてまた心配させるようなことをするんだ。うん、そうだ、約束しよう。大輔との虫相撲が終わったら全てをかけた決闘をしてやる。この俺様をぶっ倒すことができたら、おとなしく稲妻城についていってやろう。その時は大輔に、友達と少し出かけるとでも言えば心配させなくて済むだろう。どうする、あの子の気持ちを考えて話に乗るか。肝の据わったやつだ、気に入ったぞ。ならば早速場所を移すとしよう。それと虫相撲に使う鬼カブトムシを一緒に捕まえてくれ。さっきこの辺を探したんだが、強そうなのがいなくてな。俺様についてこい、安心しろ、逃げたりはせん。
聞きたかったんだけど、虫相撲って一体どうやって遊ぶんだ？お前ら旅をしてるんなら外でよくオニカブトムシを見かけるだろう。あれはド派手な見た目をしているが、実は温厚で普段はあんまり動かない虫なんだ。ただそういうあいつらでも争うことがある。なんというか、あいつらにも妥協できねえもんがあるんだろうな。つまり虫相撲っつうのは自分のオニカブトムシを戦わせる遊びだ。ガキがやるような遊びに見えるが、侮るなよ。結構奥が深いんだぜ。俺様が戦わせた虫は1000匹には届かなくとも優に800匹は超えてる。経験を積むと模様や体型を見ただけでそいつの戦闘力がわかるんだ。体格だけじゃなく、オニカブトムシの心も重要だ。戦いたくないと怯えてるやつじゃ勝てねえ。でも安心しな、俺様みたいな達人の中の達人に出会えたお前らは運がいい。別にオイラたちは虫相撲がしたいわけじゃないぞ。ただお前を監視するために付き合ってるんだ。おっと、そうだったな。でも関係ねえ。大げさに言ってるだけに思うかもしれねえが、すぐに俺様の実力を知ることになる。大輔の持ってるオニカブトムシはかなり強い。油断は禁物だ。必ず強いやつで王先生にはならん。オイラたちを完全に無視してるな。そうだ、あそこの丘に行こうぜ。きっととんでもないオニカブトムシが潜んでるはずだ。やべえ、オニカブトムシたちが驚いて逃げちまったかもしれない。さあ、やっぱり見当たらねえ。こうなったらここから飛び降りるぞ。この下にはどうでかいオニカブトムシがいると俺様の勘がそう言ってやがる。あそこの紫の塊を見ろ。オニカブトムシが集まってるぞ。なんだ、スミレウリかよ。この俺様が見間違えるとは。しょうがねえ、他を探すぞ。見つけたぜ。なあ、俺様についてくればオニカブトムシを見つけられるって言ったろ。まあ確かに小さいが、虫相撲の勝敗は体格で全てが決まるってわけじゃねえからな。説明すっとだな。小さいのは力がない反面すばしっこいんだ。その動きを生かした意外性で勝つんだよ。元気なんてもんは戦場に立ってみないとわからんだろ。小さくはあるが、それこそがこいつの強みだ。窮鼠猫を噛むって言葉があるぐらいだからな。戦ったことのない虫は実戦になると真の強さを見せる。逆に百戦錬磨の虫ほど厄介な相手を見るとおじけづいちまう。問題ない。この俺様を信じろ。俺様の経験からこのオニカブトムシは決して他に引けを取らない強さだ。戻ってきたぞ。オイラの成果を見てくれ。どうせイットに付き合うことになるんだし、暇だから飛び降りた時に反対側に行ってこいつを見つけてきたぞ。どうだ、大きくてたくましいし虫相撲に強そうだろ。イットが言う
強者のイメージにぴったりだ。でもお前らが見つけたやつはきっともっと大きい。なんてこった。まさかお前虫捕りの経験があるのか。鬼カブトムシを捕まえるのは初めてだぞ。お前はとんでもない才能の持ち主だ。虫相撲の専門家になるのも夢じゃない。まあオラ様に比べるとまだまだだがな。なんだかそっちのは大したことなさそうだな。上出来だ。この一匹を加えれば俺たちはまた勝利に一歩近づける。今回こそ勝ってやるぜ。世の中にはな、才能と情熱にあふれていてもいい結果が得られない場合もあるんだ。結果っつうもんはいろんな要素に左右される。そういった状況を表す言葉がまぐれだ。そんなにすごいのか。じゃあオイラが捕まえてきたやつは戦わせなくても大丈夫だな。逃がして。ちょっと待った。2匹とも勝てるかもしれねえだろう。こいつの虫も勝負に出そうじゃないか。じゃないともったいないしな。そろそろ虫相撲の時間だ。血がたぎってきたぜ。早く行こう。始めてもいいかな。もちろんだ。今回はとっておきの鬼カブトムシを捕まえてきたぜ。どれも強えぞ。そんなんでビビらないよ。行け白門狂気。勝利は俺様がいただく。お前に決めた疾風忍者。いつ名前なんてつけたんだよ。ガンガン攻めろ。その調子、あと少しだ。ガッハッハッ。俺様の疾風忍者が。やったー、また僕の勝ち。これで7連敗か。白門狂気は無敵だよ。イット兄ちゃんですら勝てないんだからね。この借りは覚えておくぞ。次は絶対に勝つからな。おいちびすけ、お前のグレン旋風で俺様の仇を取ってくれ。おう、いけグレン旋風。ずこのオニカブトムシすっごい強い。負けるな白門狂気。今だスーパーパイモン旋風。負けちゃった。よし勝ったぞ。さすがグレン旋風。白門狂気をあっさり倒しまうとは想像を超える強さだな。さすが俺様が見込んだ虫相撲達人だ。相棒大したもんだぜ。ヒヒン、さすがオイラ様だぜ。グレン旋風もよくやったぞ。そうだな、虫相撲も終わったし。なになに。このオニカブトムシお前にやるよ。え、いいの。
本当にもらっていいの？受け取れよ。こんなに強いオニカブトムシだ。帰ったら友達に自慢できんだろ。僕たち帰れるの？もちろんだ。俺様は約束を守る男だぜ。信じろ。この後俺様のダチと相談することがあるんだ。お前は先に鬼ばばのところで遊んでろ。もう問題なさそうだな。君たち天領奉行の人だよね。イット兄ちゃんを捕まえに来たんでしょ。ね、言っただろ。こいつらは兄ちゃんのダチで、二人とも荒滝派の兄弟なんだ。すげえ仲がいいんだぜ。嘘だ。荒滝派は数人しかいないし全員知ってるよ。でもこの人たちとは一度も会ったことがないもん。イット兄ちゃんは何も悪いことなんてしてない。兄ちゃんを連れて行かないでよ。それに僕の命を救ってくれた恩人なんだ。悪い人なんかじゃない。あーなんだ、他のやつには言うなよ。そうだな、どう説明したもんか。俺様は嘘ってもんが苦手でな。イットたまには素直に話した方がよいぞ。あたしらのことなんか気にせんでいい。すまんな鬼ばば、もう隠せそうにねえし仕方ねえ。ついてきな、ちゃんと説明してやる。本当のことを話そう。今天領奉行が調べてる強盗と人さらいの事件はどれも俺様のやったことじゃない。嘘をついていたのには訳がある。ある重大な問題が片付くまで無関係の人間を巻き込みたくなかったんだ。俺様も争いは避けたい。考えてることはお前らと同じだ。どっちが傷ついてもいい結果にはならないからな。罪をかぶってでもやらなきゃならないことって一体何なんだ？はあ、お前らよその人間だろ。ならすげえ昔の赤鬼と青鬼の物語から話さないとな。まった、その昔話ならもう知ってるぜ。なんだ、もう知ってんのか。だったら話が早い。もしかしてあの昔話の内容は本当のことなのか？鬼族の運命について昔話は全て事実だ。青鬼は自らを犠牲にして、そして赤鬼だけが生き残った。だがそれ以外のことは本当の歴史とだいぶ違う。昔話っつうのは美しい物語を語るだけで、残酷な事実については触れられない。随分と昔のことだ。稲妻がまだ危険に満ち溢れる地だった頃、ライデン将軍の庇護を得るには人間と仲良くする必要があった。鬼族は元より誇り高き一族。他人の情けを請うなんざそう容易にできることじゃねえ。その結果鬼族は次第に二つの派閥に分かれた。人間と仲良くするのが赤鬼で、頑固で保守的なのが青鬼だ。全く違う種族だと思ってたけど、元は同じ一族だったんだな。ああ、俺たちの間にはほとんど違いがない。ただ立場の違いを表すために角に異なる色を塗っただけなんだ。その時の人間は鬼族に強い警戒心を持っていた。赤鬼は人間と平和に暮らす道を探したが、青鬼はしょっちゅう人間と揉めててな。だが人間は鬼がどんな色かなんちゃ気にしない。ただ鬼族との共存の道はありえないと、そう思ったことだろう。このままだと鬼族が人間に受け入れられる時代は訪れない。そんな時、赤鬼と青鬼の中で最も人望の厚い二人の頭領が立ち上がった。
彼らは酒で誓ったんだ。青鬼が悪を演じ、赤鬼が人間の社会に溶け込むのを手助けすると。だがその対価として青鬼の頭領は二つの条件を出した。条件？一つ、鬼族は人間に対する固定概念を捨てること。人間に受け入れられる前にまず自分から人間を受け入れなければならない。そして弱者をいたぶらず自暴自棄にもなってはならない。二つ、赤鬼は人間に馴染むこと。しかし人間に媚びを売ってはならない。鬼族は誠実さ、熱血さ、そして強大な力で人類からの尊重を勝ち取るべきである。つまり鬼族の血を引き継ぎつつ俺たちの誇りを守るってことだ。その後自らを犠牲にすることを選んだ青鬼たちは数がどんどん減り、最後はいなくなっちまった。赤鬼と青鬼の物語は小さい頃から聞いてきた。だが俺様はずっと知らなかったんだ、青鬼一族が生き残っていることを。つまり今までの悪事は全部青鬼の末裔の仕業ってことか？その通りだ。大半のやつは鬼の角の色なんざ知ったこっちゃない。青鬼の存在すら知らないやつも大勢いる。だが荒滝派の兄弟たちは見間違えたりはしない。あいつらは現場で俺様とは違う色の角を持った青鬼を見たんだ。しかしそれが青鬼の末裔だとしたら、これまた奇妙な話だ。俺様はどうしても納得がいかねえんだよ。ああそうだ、奴らは誇りを自分の命より大事だと思ってる。俺様は自己犠牲の道を選んだ青鬼の一族を尊敬している。そして先祖が鬼族の未来に対してどのような思いを寄せているかも理解してるつもりだ。だが強盗、悪事、どれも鬼族の誇りに反する行為だ。その青鬼はきっと騙されているに違いねえ。もしくは誰かに脅されてそんな罪を犯したんだ。だが俺様はまだその証拠をつかめていない。ああ俺様が茶を濁してなければそいつはもうとっくに天領奉行に捕まってただろう。大輔もこの件に関わってるのか？お前を命の恩人だって言ってただろう。お前が何をしてるのか知ってるんじゃないのか？ああ俺様が現場で流浪武士を倒し命がけで大輔を助けたんだ。奴らが大輔の家を荒らしてる間、あいつはちょうど外で遊んでいてな、帰ってきたら両親ともにさらわれた後だった。この件を調べてるのは大輔の両親を取り戻すためでもあるんだ。元から言うつもりなんざなかった。俺様はさっさとお前らをぶっ倒して家族を連れて他のところへ逃げるつもりだったんだよ。この件は青鬼だけでなく強盗と人さらいに手を出すような危ない連中も関わってる。無関係の人間を巻き込むわけにはいかねえ。これでしまいだ。他に説明することはねえ。それでもまだ疑いが晴れず俺様をとっ捕まえたいって言うんなら、俺様は全力で抗わせてもらうぜ。だがもし信じてくれるってんならもう少し時間をくれ。青鬼を探し出して一緒に自首する。オイラもだぞ。お前の行動オイラたちが監視させてもらうぜ。お前らやはりお前らは話がわかる。俺様と同じで真実と正義を追求する者同士、最初から気が合うと思ってたぜ。だが先に言っておく、ここから先はかなり危険だ。覚悟しとけよ。俺様はちゃんと警告したからな。安心しろ、オイラたちは経験豊富な冒険者だからな。よし、じゃあ青鬼の居場所
調査するぞ。三五宮軍地にいる被害者が青鬼を目撃したらしい。早速会いに行くとしよう。僕を信じて。イット兄ちゃんは何もしてない。兄ちゃんは悪い人なんかじゃないんだ。大輔は私がなだめておくよ。安心せん、心配は無用じゃ。お前がマサトだな。鬼？なんで？また？お前から財産を奪ったやつじゃない。安心しろ。以前お前とは連絡を取ったことがある。お前の協力が必要なんだ。ごめん。まだ恐怖心が拭えてないんだ。そう。貨物を運搬しているときに。流浪武士の一味に襲われたことについて聞きたいんだよね。こういったことは過去にも何度かあったんだけど、モラを渡せば見逃してくれてた。そうすれば少なくとも貨物を奪われずに済んだからね。でも今回は交渉の余地すらなかった。貨物を奪われた上に僕のことを始末しようとしてきたんだ。ひどい連中だな。ああ、僕はとっさに土下座して命だけは見逃してくれと言った。家族には年寄りと子供がいる。どうしても命だけは見逃してほしかったんだ。そして僕は連中の中に鬼族が一人いることに気づいた。最初はそいつに殴られるのかと思ったんだけど、彼は仲間を止めて僕を逃がそうとしてくれたんだ。ああ、確かに揉めているようだった。彼の仲間は僕を逃がせば復讐に来る恐れがあると思ったらしい。でもその鬼族の青年はやはり僕を傷つけてはいけないと主張した。そのせいで殴り合いに発展しそうにもなってたよ。幸い結局奴らは僕を逃がしてくれた。そしてやっとのことで安全な場所まで逃げてきたんだ。ああ、もう一歩もここを離れたくないよ。物を奪うだけで危害は加えない。まだ一線は越えてねえようだな。なぜそんなことをしているのか、そいつは言ってたか。どうせ金目当てだろ。他に何があるって言うんだ。具体的なことはよくわからないけど、ただ奴らはこう言ってた。物には価値があるが人の命はゴミだとか。ち、バカ野郎が。でそいつらはそれからどこへ行った。そこまではわからないけど、ただ今後もタタラ砂で行動するとか。まさか奴らを追うつもりじゃないよな。やめた方がいい。相手は大人数だし武器も持ってる。問題ない。ただの雑魚だろ。それにそいつらには聞きたいことがたんまりあるしな。この2つの島で活動してるってんなら、夏地の浜で待ってれば必ず遭遇するだろう。やっぱり危険すぎるからやめた方がいい。物を失っただけで命の助かった僕は十分運がいいんだ。
ここは強盗どもの通り道になるはずだ。この辺で待ち伏せをしよう。おそらく現れるまでそう時間はかからないだろう。おう、戦いは避けられないと思うから、しっかり準備をしておこうぜ。あ、来たぞ、奴らだ。間違いねえ、頭に角が生えてる奴が混じってる。行くぞ、全員と捕まえろ。素直に降参する気はないようだ。ならば交渉より先に拳で語ろう。抱きやがれ。やはりダメだった。あれ、ここまで命を捨てに来たか。赤鬼の末裔、荒滝一刀だ。お前の名前なんざ昔っから知ってる。俺たち青鬼はな、生まれた時に自分の使命を頭に叩き込まれるんだ。自己犠牲の運命を背負ってるってことをな。しかし赤鬼はどうだ、俺の名前が拓也であることも、俺たち一族の名前も、先祖の悲惨な過去も全く知らないし無関心だろう。なぜなら犠牲者は忘れられるもんだからな。そうだろう。そいつは違え。俺様はただ青鬼一族がまだ存在しているのを知らなかっただけだ。俺様はこのことを知ってすぐお前を探そうと決心した。お前がまだ赤鬼と青鬼の約束を覚えてるのなら、鬼族の誇りってもん忘れてねえはずだ。誇り高き青鬼がなぜ弱い者いじめ、罪なき人から強盗するんだ。なぜずっと守ってきた約束を破るんだ。何がおかしい。お前ごときがこの俺に約束だの誇りだのを語る資格があるとでも思ってるのか。青鬼一族は全てを捨てた。お前ら赤鬼が人間社会で生きていくためにな。だが荒滝一刀、人間社会を生きるお前は何を成し遂げた。ろくな仕事もせず、間抜けでいつも人々にバカにされる。メガリレーでは神の目さえ奪われた。鬼族の誇りには微塵も貢献してない。そう、お前は鬼族の恥さらしなんだよ。待て待て、それとこれとは関係ないだろう。お前少しや俺様のメンツってもう考えてくれよ。そんなもんどうだっていい。好き勝手生きるお前を正そうとする者も見張る者ももういない。お前は知らんだろうな、お前が人間社会でダラダラと生きてきた間、俺の一族がどんな生活をしてきたかを。俺たちは自ら世間との関わりを絶った。決まった居住地もなければ安定した食料も確保できずにいた。衣類や薬も言うまでもない。誓いを守り抜いた意志と鬼族の誇り以外、俺たちにはもう何もなかった。だからといって強盗団に入るなんざ。ああ、気に食わないよな。でもそんな意味のないことを守り抜いたって、俺の一族とダチを生かすことなんざできない。もう誇りなんかにこだわるつもりは毛頭ないんだよ。そんなの生きることに比べりゃ何の価値もないって気づいたからな。人間から奪ったものは全部一族に分け与えた。これでみんなの病も飢えもしのげる。
今の俺にとってこれこそが最も有意義なことなんだ。そうだぞ。それに青鬼は鬼族を人間の輪に入れるため犠牲になったんじゃないのか。悪いことをしたら今までの犠牲が全部無駄になっちゃうぞ。ふん、そんなこと新たき一途のアホに聞け。青鬼は昔から悪人だ。悪人が悪さをするのは当然のこと。赤鬼の評判には何の影響もないだろう。だがこいつは全ての責任を丸ごと放り投げ、そして赤鬼と人間の信頼関係を壊した。その行為が俺たちの犠牲を全て無駄にしたんだよ。それはお前らを止めるためだ。お前が天領奉行に捕まるのをみすみす見てるわけにもいかねえだろ。お前のなすべきことは何だ。その頭でしっかりと考えるんだな。青鬼はもういない。だったら赤鬼はその代わり生きろ。俺らのことなんかほっとけばいい。ここにいたぞ。早く奴らを捕まえろ。しまった、天領奉行が来たぞ。もういい、お前に言ったって無駄なことだった。俺の話が理解できなくともせめて反省しろ。行っちゃったぞ。どうしよう。オイラたちもとりあえず逃げるか。こんなところで捕まってたまるかよ。俺様に任せろ。木を見て逃げるぞ。天領奉行の連中には絶対に手を出すなよ。お前らまでお尋ね者にしたくねえからな。誰だ、者ども続け。やがれ。一斉にかかるぞ。今こそ捕まえてやる。無駄な抵抗はやめろ。新たき一刀。すげえ数だな。天領奉行は一体何人送ってきやがったんだ。俺様もまだ本調子じゃねえし、このままだとちょっとまずいな。やめろ、絶対にダメだ。まともに話したところで青鬼のやつがお尋ね者になる。まずは青鬼との話し合いが先だ。じゃあどうするんだ。このままだとイットが捕まっちゃうぞ。くっ、こうなったらやるしかねえか。親分、ここは俺たちに任せてくれ。鬼バーバから事情を聞いて助けに来たぜ。やり合っても勝ち目はない。でも時間稼ぎくらいなら俺たちにもできる。そのうちに早く逃げてくれ。おい、お前ら手出すなって言っただろ。そう時間は稼げないから早く行ってくれ。親分はやるべきことに専念するんだ。くそ、分かった。お前ら無事でいろよ。さっさと片付けて、この俺様が絶対に助けに行くからな。二人とも俺様についてこい。行くぞ。逃がすか。おい、おい、こっちだ。行かせねえよ。親分、ここは俺たちに任せてくれ。荒滝屋の親分だっていうのに兄弟たちに助けられるとは恥ずかしい話だ。もう二度とあいつらを失望させはしねえ。この新たきっと生涯をかけて誓おう。さあ俺たちも足跡をたどって拓也を追うぞ。すごい感動的だったけど、新たき派って
思ったよりも人数が少ないんだな。しょうがねえだろ、流派を保つためにはモラが必要なんだからな。足跡が多くなってる。他にも仲間がいるってことか。少なくとも方向は合ってる。先に進めば新たな手がかりを手に入れられるかもしれん。壊れた荷車に貨物か。気ぃつけろ、何者かが待ち伏せしてる。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。やっ、俺たちの動きを警戒してるようだ。方向は間違ってない。進むぞ、この先にいるはずだ。慌てたような足跡と生活の痕跡が残ってるな。ここには人がいたのか。ここ一帯を探してみるぞ。突然消えるはずもねえからな。入り口が隠されていたか。どうやらこの中が奴らの拠点みたいだな。さらわれた人も中に閉じ込められている可能性が高い。タクヤもこの中に逃げたんだよな。ん？どうした？ああ、当然だ。俺様は別にバカじゃない。あんな考えを実現しようとするなんざ、世界中を見渡してもタクヤの野郎しかいねえだろうな。俺様はあいつを助けに来たんだ。失敗は許されねえ。ん？何言ってるんだ？なぞなぞの時間なのか？先に進むぞ。きっと悪事で手にしたモラで建てたんだろう。余計放っておけねえな。抱きやがれ。ここまで、はあ、追いつけない。ここに装置があるだろう。オラオラオラ、はい、ちょっとビリビリ。熱々でしょ。光線と、やはりはダメだった。本当に動いた。俺様の勘を信じろ。大船に乗った気でいいな。
を奪ってやる。おい、力入れすぎちゃ。それ、はくらえ。これでどうだ。逃がさないわよ。これでどうだ。あいつらがさらった人質だろうな。さてどう、全員助けるとすっか。師匠の技を喰らいなさい。ちょっとビリビリさせないと。ちょっとビリビリさせないと。ダメだった。心配で。落ち着け。まだ大輔が捕まったかどうかわからないだろう。けど大輔は、あの子は。お前たち、大輔の両親なのか。大輔を見たの？あの子は今どこに？無事なのよね。安心しろ、大輔なら無事だ。ほれ、地図を見ろ。今は八尾島のここにいる。一人じゃないから安心してくれ。早く会いに行くといい。あいつもお前らのことを心配してる。あなたたちが大輔を助けてくれたの？なんとお礼を言ったらいいか。本当に気にすんな。やるべきことをやったまでだ。男たるもの、他人を見捨てるわけにはいかんだろう。まったく、ちょっと褒めただけですぐ調子に乗る。それは奴らが強欲で、金のためなら何でもやる連中だからさ。誰も逆らうことはできない。逆らったら。あいつら本当にここの人たちに手を出したのか。それがしてないんだ。鬼の角が生えた人がいてな、そいつが僕たちを守ってくれた。あ、そういえばこの人の角にそっくりだな。彼は夜になるとこっそり食料や水を持ってきてくれるの。彼が一体何を考えているのか私には理解できないわ。あなたは彼のお友達？それとも親族？まあ親族ちゃ親族だな。彼は何か事情を抱えているのかしら。私には彼が悪い人のようには見えないの。むしろ一時の気の迷いで過ちを犯してしまった子供のように見えたわ。なんつうか、あいつは悩んでてな。俺様は
その迷いを晴らしてやるつもりだ。そう言ってもらえて安心だわ。彼にあなたのような親族がいてよかった。安心しろ、俺様は期待を裏切らない。必ずあいつの目を覚ましてやる。ここはまだ安全じゃねえ。早く離れた方がいい。ええ、本当にありがとう。あなたは私たち家族にとって命の恩人だわ。過ちを犯した子供か。早く行こう、手遅れになる前にな。おそらくこの辺りだ。おとなしく捕まりやがれ。今回は大物が釣れたようだ。落ちて。体のサビの俺が守る。早く投降しなさい。やっ、ここまで。教えてやる。俺は昔ある貴重な札を手に入れてな。この札の面白いところはそのうちの一枚を破るともう一枚も破れるってところだ。くだらねえ話に耳を貸すつもりはねえ。たかが札だ。それで何ができるってんだ。こっちに来るな。話を最後まで聞きやがれ。もう一枚の札がどんな効果をもたらすか気にならないか。もう一枚はな、ある装置を起動させる重要な部分に貼られてる。それが破れると無数の爆薬が起爆するって寸法だ。ここを全部吹き飛ばす気か。もちろん俺は脱出するための通路を用意してる。貴様らはこの砦と共に地中深くに埋もれるがいい。じゃあな、身の程知らずの愚か者ども。あれ、どういうことだ。札、俺の札は。どうした、まさかこれを探してるのか。その札、いつの間に。変な真似をされたら困るからな、あらかじめ奪っておいた。何の真似だ。貴様、俺を裏切る気か。裏切るなら、ここの全員を生き埋めにするつもりだったお前こそ裏切り者だと言えないか。ちい、その札を返せ。脳書きを垂れるのは終わったが。終わったんなら少し黙っててもらうぜ。よくやったタクヤ、お前がいてくれて助かったぜ。下がれ。は？下がれと言ってるんだ。さもないとこの札を破る。おいおいおい、分かった。とりあえず落ち着け。お前一体何がしたいんだよ。この男の起爆は阻止したが、俺自身がそうしないとは一言も言っていない。生き埋めにされたくなければ、ここにいる全員を連れて今すぐここを離れろ。そんなことお前にはできねえだろ。もしお前がそんなに残忍なやつだったら、
なぜ今まで会ってきた人間をかばうようなことをした。お前と話し合うつもりはない。さあさっさと行け。この件は最初から最後まで俺一人が犠牲になればよかっただけなんだ。どうしてお前はそう首を突っ込む。犠牲になっていいやつなんて誰一人としていねえ。じゃあどうしろって言うんだ。俺は鬼族の誇りに泥を塗り先祖との約束を破った。俺自身の誇りは犠牲になることでしかもう取り繕うことができない。一族が十分な物資を得るために俺はこの道を選んだ。花から生き残るつもりなんざないんだよ。これは全て青鬼一族の問題だ。もしお前が、お前さえいなければ完璧な結末を迎えられたというのに。ここにいたぞ。今度こそ逃がすな。しまった、もう逃げ道がないぞ。おい天領奉行、来やがれ。俺を捕まえろ。この一件は全て俺の仕業だ。新滝一斗とは関係がない。お前らは人間の罪人を捕まえる専門家だろう。ならば誰が罪を犯したか一目でわかるはずだ。まさかあいつ昔話と同じやり方を。赤鬼のために自分を犠牲にするつもりなんじゃ。うるせえ、そいつの話なんかに耳を貸すな。お前らは俺様を捕まえに来たんだろう。俺様を捕まえずに戻って上にどう説明する。お前バカな真似はよせ。おい拓也、お前自分を犠牲にしたら全てが丸く収まるとでも思ってるのか。お前の犠牲は俺様だけでなくお前の大切な一族さえも守れねえ。そいつらを生きながらさせることなんざできねえんだよ。犠牲になるってことはただお前だけが現実から逃げてお前だけが解放されることなんだ。よく聞け、鬼族の男ってもんはなそんな甘ったれたけじめのつけ方なんかしねえ。お前の犠牲で鬼族の誇りを汚す気か。青鬼は厳しい生活を送ってきた。ならばそいつらに新しい生活を与えてやろうじゃないか。だが犯した過ちはしっかりと償え。現実は俺らをひどくもてあそんだ。だったら俺らはその現実をぶっ壊してやろうじゃねえか。全てが片付くまでおとなしく俺様の横にいろ。もう自己犠牲なんざ考えるな。まだ俺らは終わりじゃねえだろ、タクヤ。ここは俺様に任せろ。まだ大勢の人質が残ってる。そいつらを助けに行く。でも見くびんじゃねえ、お前ら逃げろ。さあ早く。ほっといてくれ。お前は逃げろ。これは俺が受けるべき罰だ。だってそこで待ってろ。そのしけだつらはよ、大丈夫だって言っただろ。お前らの豆にさえ当たってなければな、今頃もっとかっこよく決まってたっつのに。どうしてだ、
どうして俺のためにそこまでする。俺は罪人だ。助ける必要などないのに。俺たちは鬼族同士だからな。同じ血が流れてる。俺らの父ちゃん母ちゃん、じいちゃんもばあちゃんも家族を見捨てるなんてことは教えなかったぜ。むしろもっと早く俺様のところに来いってんだ。俺様の存在を知ってたんなら最初から相談しに来い。俺様は決して断らん。青鬼は赤鬼に迷惑をかけないために消えたんだ。俺がお前を頼れば青鬼が過去に行った努力を全て否定することになるだろう。それは違うぜ。俺様は確かに自己犠牲を選んだ青鬼を尊敬してる。そして彼らの努力は決して無駄じゃなかった。青鬼がいたからこそ鬼族は今まで生き残れた。そして人間と共に暮らせる時代を作れたのも青鬼たちのおかげだ。俺様の全ては青鬼の恩恵を受けてると言える。今の稲妻はお前の角の色が違うからといって悪人扱いなんざしないと思うぜ。だがお前だって苦労してるんじゃ。それは俺様自身の選択だ。俺らの約束をまだ覚えてるか。人間にこびるんじゃなく自ら人間の尊重を勝ち取る。俺んとこの荒滝屋の野郎どもはみんなあんまり他人に好かれてない。アキラはいびきがうるさいし、ゲンタは気性が荒い、マモルは色の染みが悪いしね。鬼バーバも俺様を引き取ったせいで鬼バーバって呼ばれるようになった。みんな差別を受けバカにされたことがある。だがそんなことはもう気にしちゃいねえ。俺様、そして荒滝派が守り抜こうとしてる誇りってもんは不幸な経験をした人たちを受け入れ理解することだ。じゃあ俺は。安心しろ、荒滝派は変わりもんばっかだ。お前一人増えたところで何の問題もない。カイラギとさらわれた人はこちらで対応した。お前らもそろそろ話を切り上げてもらおうか。タクヤ、調査の結果、強盗罪と人さらいの罪でお前を連行する。おとなしくお縄についてもらおう。お前が今回の悪事で得たもの、つまり一族に与えた食料や物資は全て押収する。それだけはやめてくれ。あれがないとあいつらは。大丈夫だタクヤ、あれはもともと俺らのものじゃなかった。だが心配はいらん。お前の一族は俺様が面倒を見てやる。青鬼どもの状況を知った以上もう苦しい生活を送らせはしねえ。何をカッコつけてるんだ。お前は公務執行妨害だ。よって同じく連行する。おっとそれを忘れてたぜ。どうが問題ねえ。荒滝派の兄弟たちに青鬼一族を任せ彼らも全員捕まえた。はあ、天領奉行の仕事を邪魔したんだから当たり前だよな。ならばお前らに任せるしかねえな。青鬼の剣を鬼婆に伝えてくれ。また鬼婆の手を焼かせることになっちまうが。分かってる。別に今回が初めてでもないしな、最後でもないだろうが。お前らもだぞ。こいつらは全員過ちを犯した。手を貸したとなると連帯責任を負ってしまう。だがお前らは特殊な身分でもあるし、かなり複雑な事件だから今回は不問としよう。え？悪かったな。待て、まさかお前すごいやつだったのか。そうだよな、やはりこの俺様の方がすごい。じゃあな、またいつか会おう。荒滝一斗って
変なやつだったな。でも悪いことをするような人じゃないってことはよくわかったぞ。そんなことをするとは、イットらしいの。イット兄ちゃんは、やっぱり捕まっちゃったの？捕まったけど、悲しむ必要はないわ。きっとまた会えるから。無茶なことをしたかもしれないけど、私たちの力になったのは確かよ。うん、母ちゃんの言う通りだ。イット兄ちゃんは僕を助けてくれたすごい人なんだ。だからといって、イットの真似をしてはいかんぞ。イットは他人に迷惑をかけておる。すごい人って言葉はあやつには似合わん。イットを言葉で表すのなら、お前らがいつも遊んでる鬼カブトムシじゃろうな。いかつい顔じゃが心は優しい。悪事を好まぬが戦いを恐れない。よくわからないけど、きっと褒め言葉なんだよね。またイット兄ちゃんと虫相撲で遊びたいな。おばあさん、子供の面倒を見てくれてありがとう。それと新たきイットと彼の友人が早く釈放されることを願ってるよ。ああ、安心せえ。天領奉行のお偉いさんたちが白黒はっきりさせてくれるはずじゃ。それでは僕たちはそろそろ帰るとしよう。また今度遊びに来ます。最後は円満に終わることができた。不幸中の幸いじゃったの。青鬼一族の件は私に任せてほしい。老体にできることは少ないが、他人の面倒を見ることだけは得意じゃ。何か手伝おうか？ほっほっほっ、一人で大丈夫じゃ。お前さんたちは冒険を続けるんじゃろ。イットが釈放されたら手伝ってくれるはずじゃろうしな。そうじゃ、それがイットの一番可愛らしいところじゃと。そう思わんか。思いついたことを誠実に、揺らぐことなく勇猛果敢にやり遂げる。私があやつを引き取った時、周りからは変わり者だと揶揄され、鬼バーバと呼ばれるようになった。じゃが私はこの名前を不快に思ったことはない。むしろ誇りに思っておる。なぜならイットは私の自慢じゃからの。昔々あるところに仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。人間と友達になりたい赤鬼の願いを叶えるため、青鬼は悪者を演じ姿を消してしまいます。長い時が経ち、赤鬼は人間と友達になると青鬼もこの輪に入れたいと思うようになりました。ですが青鬼の行方は分かりません。彼を探すため高い山を越え大きな川を渡りました。青鬼の痕跡はたくさんありましたが、それを見つけるたび彼はわざと隠れているのだと分かりました。赤鬼は青鬼を真似て荒野に一通の手紙を残します。青、僕にはたくさんの人間の友達ができたよ。もうすぐ
盛大な宴を開こうと思うんだ。友達に参加してもらいたい。もちろん青もね。会わなくてもいい、隠れながらでもいいんだ。青鬼はこっそり村に戻ると、身を潜めながら豪華な食事と暖かな火を眺め、その光景に憧れました。でもお腹が鳴ろうと、青鬼はかつての誓いを胸にただ遠くから眺めているだけ。すると突如、赤鬼が背後から現れます。青鬼は驚きました。よ、やっと帰ってきたか。あいつらにお前を紹介させてくれ。俺様の最高のダチよ。あとのことは任せなさい。鬼ばあばが面倒を見る鬼がまた増えたの。